皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今日はマーゼルの最新情報とスケジュールをお届けしたいと思います。なんと言っても今一番話題になっているのが、インスタグラムのミッションのダンスプラクティス動画についてですよね。こちらの動画が数日前に公開されてからすごいバズり方をしているということで、 なんと、現在すでに1500万回の再生を超えているということで、とっても話題になっています。素晴らしいですね。これだけ多くの方にマーゼルというグループが届いているのは本当にすごいことだと思います。そんなマーゼルですが、新しい情報も続々と入ってきています。最初にここ最近出てきた情報などをまとめてお伝えして、その後に今後のスケジュールをお話ししていきたいと思います。 一つ目は先ほどお話ししました通り、ミッションのダンスプラクティス動画がインスタグラムにて1500万回超えをしているということです。続きまして、先週出演したベニュー1 0 1こちらの公式 Twitter やインスタグラムでもたくさんの動画や写真が公開されています。マーゼルの公式 YouTube でも続々と新しい動画が公開されていますね。 最近公開されたものとしては、ミッションの MV 撮影のビハインドであったり、ダンスプラクティスのムービングバージョンも公開されています。それからインターネットの記事も公開されています。ホミニスというところで、マーゼルのインタビュー前編後編ということで、4人ずつのメンバーに分かれてインタビューが公開されていたり、あとは音楽ナタリーさんで、 M 音でマーゼルの初インタビューオンエアという記事も公開されています。今お話ししたものはすべて概要欄のリンクに貼っておきますので、もしまだチェックされていないものがあればぜひご覧になってみてください。続きまして今後のスケジュールです。4月21日金曜日朝6時から東京 FM で放送されますワンモーニングの中で なおやくん、らんくん、りゅうきくんのコメントがオンエアされます。4月22日土曜日、23時30分まで、先週出演したベニュー e 1 0 1の様子が現在 NHK プラスで見逃し配信中ですが、こちらが4月22日土曜日の23時30分で終了となります。4月23日日曜日、 20時から東京 FM でマーゼルレディオステーションです。こちらは皆さんご存知の通り、毎週日曜日の20時から20時30分に放送されています。そして23時59分で申し込み締め切りとなるのが、現在マーゼルのプレデビュー記念グッズが販売中ですけれども、こちらが今週の日曜日までで申し込み締め切りとなります。 こちらのグッズに関しましても概要欄にリンクを貼っておきます。続いて4月25日火曜日23時59分までで申し込み締め切りとなるのがオンライントークイベントの第2回応募分です。こちらはマーゼルのデビューシングルビビットをユニバーサルミュージックで購入された方限定のオンライントークイベントとなっております。 対象商品をユニバーサルミュージックで購入すると、このオンライントークイベントに応募することができますが、そちらの締め切りが4月25日の火曜日までとなっております。第1回目の抽選で当選された方もたくさんいらっしゃったみたいで、皆さんのツイートを拝見してこちらまで嬉しくなってしまいました。私も第2回こそは当たらないかなと、ちょっとドキドキワクワクしているところです。 4月26日水曜日、オーディにてマーゼルレディオステーションディレクターズカット版が放送されます。こちらは毎週水曜日にオーディで公開されておりますが、マーゼルレディオステーションの未公開トークも含んだディレクターズカット版となっておりまして、こちらを聞くためには、オーディのプレミアム会員の登録が必要となります。 プレミアム会員は月額500円の有料となっております。4月27日木曜日22時30分から M 1にて M 1スペシャルマーゼルミッションミッションがリピート放送されます。4月30日日曜日18時頃、登録発表があります。 先ほどお話ししましたユニバーサルミュージックでビビットを購入された方限定のオンライントークイベント第2回応募分です20時から東京 FM でマーゼルレディオステーションです23時59分で締め切りとなるのが Apple Music と Spotify で開催されておりますメンバー集合ラインの待ち受け画像プレゼントこちらのキャンペーンです 続きまして5月2日火曜日雑誌日経エンターテインメント2023年6月号こちらにマーゼルの表紙と関東インタビューが掲載されます5月7日日曜日先ほどお話ししましたユニバーサルミュージックで対象商品を購入した方の中から抽選で当選した方が参加できるオンライントークイベントこちらが5月7日に開催されます 20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。そして23時59分までで、現在 LINE Music で配信されていますミッションのリレーダンスですね。こちらの動画が配信終了となります。5月16日火曜日23時59分までマーゼルオフィシャルファンクラブアプリにて 早期入会特典のスペシャルムービーが配信終了となります。5月17日水曜日、この日はいよいよデビューシングルビビットをもってマーゼルのメジャーデビューとなりますね。本当に楽しみです。続いて5月18日木曜日22時30分から m ンにて m ンスペシャルマーゼルミッションミッションがリピート放送されます。 この放送の後に続けて、M on スペシャルマーゼルのビビット、こちらが初回放送されます。5月19日金曜日、雑誌バーフアウト6月号に、モノクロのビジュアルで全8ページマーゼルが掲載されます。そして、6月1日木曜日、この日、都内某所にて、 マーゼルのショーケースが開催されます。こちらはビビットに封入されているシリアルナンバーにて応募して当選した方が参加できるイベントとなっております。そしてまだ詳細は発表されておりませんが、同じシリアルナンバーの応募内容として、東京、大阪、愛知でもオフラインイベントが開催予定ということです。 はい。以上が今後のマーゼルのスケジュールとなっております。また、随時発表され次第スケジュールはお伝えしていきますけれども、現在、ミッションのミュージックビデオも再生回数が372万回となっております。こちら、マーゼルのメジャーデビューまでに500万回をプレゼントしようというファンの方たちの動きもありますので、皆さんと一緒にまたこのミッションのミュージックビデオを 今後もたくさん楽しんでいきたいなと思うんですけれども、本当にやっぱり見れば見るほどそれぞれのメンバーの個性が際立っていますし、なんといってもプレデビュー段階とは思えないこの完成度に、どれだけ見てもやっぱり食い入って見てしまうなというふうに思っています。はい、ということでマーゼルの近況と今後のスケジュールについてお知らせいたしました。 今週土曜日までベニュー e 1 0 1の見逃し配信もありますので、そちらもまた何回も見返したいパフォーマンスだなと思っております。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。